ちゃんくんの琵琶を交換したいんですけど。ちゃんくん、くじきにちゃんくん、琵琶。そうちゃんですね。首輪はどこかな、外したからはね。どこかな、あれ。後ろ回ってる。後ろっていうか、ここの、そこの。あれ、ちゃんくん。噛まなくていいんだよ。これかな、これかな、これかな。うん、ゆずちゃんね、ちゃんくん。噛まない、噛まない、噛まないな。あ、外れた。シュルシュルシュル。次はこれです。あ、それね。うん。まず。こういう柔らかい素材です。うん。痛くないように。布です。で、ちょっとジーパンっぽい感じのね。そう、デニムです。デニムっていうか、ダンガリーシャツみたいな。あ、それさ、長さ合わせた方がいいよ。前の。あ、そっか。合ってる。ちょっと長い。ちょっと長い。長いね。2、3センチかな。結構ボロボロになってた。なんかかわいいね。もうちょっと短くします。ちょっと待ってね。さっくんもかわいい。ポーズをちょっと近くしよう。なんか手が出てる。じゃあ、くん。もうちょっとかな。意外と大きかったかな。もうちょっとで、あまり緩いとね、危ないからね。はい、これ説明しないと。うん、これはピントが合わない。迷子札を作ってもらいました。合ってる。うん。裏は名前、うちの名前と、携帯の電話番号が入ってるのね。ちょっと見てられないけど。入ってます。で、何、金属に、まあ、透かし彫りじゃなくて、あれしてあるので、うん、水に濡れても消えません。消えません。うん、はい、じゃんくん。はい、バイバイ。ちょっとびっくりか。あれ、ちょっときつい。あれ、なんでだ。あれ、きつい。さあ、止め方がちょっと難しくない。うん、あ、大丈夫。こっちの方がやろ。あれ、ちょっときついかな。出て出て。あれかな、こっち少しが、あの、伸びる。あの、ちょっとこう、ゴムみたいな。大丈夫、大丈夫。指入る。本当。うん。ヤンプの、あの、姿勢の問題。そうだと思う。どうですか。この金属は大丈夫かな。なんか金属ちょっと触って触られても平気になったね。ちょっと回らない。よいしょ。きつい。大丈夫。大丈夫だね。はい、ただいま。見つけました。こんな感じになります。ちょっと、もうちょっと、もうちょっと、こんな感じです。はい、完成。はい、できたー。よかったね、ジャンくん。よしよし。ねえ、ジャンくん、ジャン君。はい、ジャン君。あ、
どうですか？トイレ入って首輪の感じはどうですか？いい感じ？あ、目が泳いでる。